そこまで登っていただいている皆様ありがとうございます。メリルと申します。今日はメリルドラムは151センチということで、34センチ差の高低差くぐり抜けてやってまいりました。なんとか頑張ってやりたいと思うんですけど、もう結構今日は忘年会な感じになってしまっております。どうやって始めるかが思い出せないでいるんですけど、これじゃないですよね。昨日ライブをしたんですけど、弾き語りで10組出る予定のところが5組風邪で欠席っていう。今日はみんな揃っていてよかったですね。なんか 年内ぐらいは皆さんで生き抜いていきましょうっていう曲から行ってみたいと思います。今がそういう感じです。はい、次の曲は友達ごっこっていう曲で、友達ごっこのオプションについてきた仲間外れの標的にされているんだね。高速回転ミラーボールをぐるぐると、we'll be right back.
街歩く。どこは開いている。キラキラとした影が泳いでいるのを追いかけて、キラキラ人間関係の隙間に挟まって、朝を待ちながら行きたい人たちを財布でお送りしておりますので、すみません、今魔法のカードを出すんで、ビール的なものを、あ、これ使ってください。魔法のカードを皆さん持ってください。あ、買ってきてくれるわけではないね。トイレに行くパターンです。あ、トイレ、あ、すみません。なんでね、買ってきてくれるなと思いました。優しいなと思ったんですけど、やっぱり185センチは違いますよね。今ビールマッチの時間です。改めましてメビルと申します。チューニングみたいなしてますよね。僕は絶対しませんけど、よくわからないです。あのうち猫2匹飼ってまして、皆さん知ってるんですかね、八王子出身のバンドでロリータ18号っていう、知ってます？なんかこの間ヤオンで35周年記念ライブをやったらしいんですけど、その人たちの、なんていうんですかね、新曲のミュージックビデオっていうやつですかね、わかります？ついてこれてます。新曲のミュージックビデオにうちの猫2匹が登場しているんですよ。ありがとうございます。そのギャラで今日も飲んでおります。チュール3ヶ月分で結構長くです。
そんな、うちの稼ぎ頭の猫の、曲を次はお送りしたいと思います。遅くまで残っていただいた皆様本当にありがとうございます。
我々も今日が我々は今日が今年のライブの最後ですね。合ってますよ。なのでもう忘年会気分です。終わった感じです。長かったですね。本当にもう良いお年を。ありがとうございます。
体を使った遊びっていう曲です。5分ですからね、割と皆さんも疲れてるかなと思ってゆっくりな曲をやってみたんですけど、次もゆっくりな曲です。眠い人は寝て大丈夫です。ただ私が寝た場合は一応なんか声をかけてください。ライブ中に寝るんじゃねえぞ、それはよろしくお願いします。ビールがなくなりましたんで、バリバリの時間も終わりという感じでよろしいでございましょうか。はい、ありがとうございます。なんかライブ告知が、もう来年ですね、来年の1月22日水曜にまたこちらで、ドクターさんでまたやらせていただきますんで、また会いましょう。一足先にお疲れ様でした良いお年を、はい、今年いいことやった人にしか新しい1年は来ませんからね。パッと見た感じ微妙ですよそういうことを言わないようにしようと今年は誓ったはずなので、降りた後にね、毒舌キャラはちょっとねステージ上では控えにしていただいて、連帯責任になっちゃうんで、はい、怖いんで、X とか Twitter とかインスタとか Facebook とか、ありがとうございました。ありがとうございました。リリルでございました。最後1曲、僕はもう歌わないんで2人で歌う曲をお願いします